個性心理学認定講師柴田健二です。久々の動画配信になりますね。はい、遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。本年も今年もよろしくお願いします。今日ですね、ちょっと先日お世話になっている方のところに伺ってですね、ちょっと学んだことがあったので、それをシェアしたいなというふうに思います。個性心理学ではですね、10年を一つのこうスパンというか長さにした、要は1年ごとにそういうのバイオリズム、運気というのがあります。また10年を一つの括りにして、この10年、何年から何年はこういうふうな意味合いがとかね、10年を一括りにしたもの、そして1年を一括りにしたもので、1年、そして1ヶ月、1日みたいな、それで10種類のバイオリズムが、でね、10種類のバイオリズムなので、それが、で10日おき、そして10ヶ月おき、そして1年おきの10年おきみたいなね、いうような形でまああるわけです。そして何を言いたいかというと、実は昨年、今年明けなので、今2020年になりますけども、2018年と2019年、個性心理学というと海洋っていうグループと、そして天露というふうなグループに、ちょっと今日はお話をね、絞ってお話、進めたいなと思うんですよね。海洋というグループは、確か今年っていうかね、実際は個性心理学は、今年の2月3日までそのバイオリズムは引き継いでというか、引き続き、まだそのままの流れなので、海洋のグループはまだ完結というふうな。そして、そうですね。海洋。まず海洋のグループさんは、2018年が転換。そして2019年が完結。呼ばれる。個性心理学10種類のバイオリズムでいくと、非常にいい運気の方の。いい意味で強気にというか、自分で自発的な行動を取れるような、2年間にあったなと。そして、天露というグループは、2018年に完結を迎え、そして昨年、そして今も引き続き2月3日まで転換というふうなタイミングにあります。なので、海洋と天露、ちょっと順番が逆だとしても、どっちもいいバイオリズムだったんですね、個性心理学的には。でも、ちょっとある方に聞いてみて、そして私の、身近にいる方に聞いてみたときに、ものすごく停滞感を感じていたというふうなお話。いい悪いでいくとそれぞれまた違うんでしょうけども、そもそも停滞感というのを感じたらしい。そして、今日もですね、ちょっとセッションしてきて、で、その方のちょっとお子さんの状況をちょっと確認したときに、その方のお子さんも天露というグループで、やっぱりこの2年間は、ちょっと、なんだろうな、こう、気持ちの部分としては、こうやって前向きに行こうと思うんだけども、ちょっとそれを、その通りというかね、その気持ちとは裏腹にというかね、空回りというか、いうふうな感じに今なったとか、やっぱそういうふうな感じの2年だったみたいなんですね。何言いたいかというと、それぞれの年に干支ってありますね、干支。で、そうですね、今年は今2020年になって、かのえかな？かのえね。ねの年。ちょっと今こういうふうな、ちょっとインターネットから拾ってきて、ちょっとこれをね、ちょっと拡大してやってみたんですけど、今年っていうのは、かのえ、要は火の、あ、火で金だね、金。金の、そして、えとはね年。ねというのは実はまた水の要素も持っていたりします。今年の2000、金属の、金の陽の要素と水の陰の要素が、今年の2020年の、ちょっとキーワードになってくる。じゃあ、遡って2018、2019年っていうのは、実は土の絵の、そう、去年もあまり細かく、まだ触れるタイプですが、去年、一昨年というのは土の絵、土の音というふうに土の影響があった年なんですよね。なので、土砂災害とか、そういったものというのが、この去年、一昨年は非常に多かったというふうに言われています。要は、この土の影響を水のグループが受ける。要は、ここでいくと、
僧正僧国っていうね、5行、先日ブログにも書いたんですが、それぞれの、助ける役目、僧正、あと僧国、その国するというふうに弱めてしまう。だ水と、手をしね、水と、違うんだけど、土だよね、土。土と水っていうふうなものをこう比べたときに、比べたというか、この関係性というのは、どうしても、まあ、大きな土は水をやっぱりせき止めてしまうというか、流れをとどめてしまう。というふうになるし。まあ、大きい水、これはまあ、ちょっと津波という言葉を使われたんだけども、まあ、それでぶつかったとしても、やっぱりなかなかこう、ね、大きな山は崩せないわけです。そして、じゃあ今度水がちっちゃい。だからこれが大きい水が海洋。そして、ちっちゃい水は雨露。じゃあちっちゃい水がね、ちょっと山にいたとこ染み込むわけではないけども、結局、この山をどうにもできないわけですね。まあ、もちろん多い水はこれを崩すことはできますけども、長い時間かけて染み込めばそれは崩すことはできますが、で、というふうに、どうしてもなかなか、まあ普通に考えると土の方が強い。勝ち負けでいくと。そして、ね、まあそれが、で、そして、なんだろうな、まあ要は、どうやっても土にはかなわないというか、いうふうなイメージになってくる。なので、まあまた戻りますが、水のグループさんは個性心理学、目は海洋、天露というグループは、この自分の気持ち、メンタル、そういったやるぞというふうな、そういうな精神、エネルギーは高くあったというか。なのに、別なその干支から来る今年というかね、その時のどんなことが起こり得るのか。というふうなところでは、実はその土にせき止められてしまっていたとか。そして、ね、土をこう、水っていうものは止められるし、そして綺麗な水も土によって濁されてしまうというか、いうような感じでどうしてもなかなかうまくいきにくかった、まあ2年間だったんだろうなと思うんですね。だから心は裏腹に、その気持ちのメンタルのそのエネルギーというか、前向きなエネルギーとは裏腹に、何かそことは、違う部分で、その、滞りというか、いうふうな感じた2年間だったんじゃないかなと思うんですね。まあ、それがいよいよまた干支が変わり、まあ実際に個性心理学は2月4日からこう切り替わるというふうに皆さんにお伝えしますが、なので、いよいよその停滞感というのが少しこう緩むというような感じになって、ちょっとね、新しいバイオリズムそれぞれが学習とか整理とかっていう、新しいまた10年間の種まき、その種をまく前の畑作りみたいな2年間にまた突入をしていきますけども、ちょっとまた違う流れを感じ始める今年になるんじゃないかなと思うんですね。そう。私のやっぱり身近な周りの方々の、そのやっぱり天露さんとかね、海洋。特に天露さんの方は、やっぱりその停滞していた。何かこうしよう、ああしようと言っても、なんか周りが、そこにね、結局私たちの中で起こし、っていうか私たちは知り得ない、わからない流れとして停滞をもたらしたというか。感じだったなっていう気がしますね。なので、ただただバイオリズムだけを見るのではなくて、ただ自分にどういうふうなものが、どういう影響を与えるかっていうところまで見ていかないと。だから一人一人にとって、同じ天露だとしても、ね、海洋だと言っても、もちろんね、その人それぞれのバイオリズムがある中で、ものすごく影響を受けやすい時とか、ね、あまりそれを影響を受けないとか。もちろんそれまでどんなことをやってきたかっていうことも非常に大切ですけども。実はそういうふうな、ね、ただただバイオリズムだけでは実は語れないというか、なんで、あれ、どうして、みたいなこともやっぱり、まあ、起こってくる。というふうな感じなのかなと思うんですね。で、まあ、ちょっとこれを自分の方に例えると、だから2018年、2019年は土に関すること。そして私はこの火というふうなものなので、火はこの土を助ける。でも私はここまで学んでないので、これはどういうふうな関係になるのかって分かんないですけども、結局まあ火からすると火は助ける。でも逆に言うと、まあ何か奪われるのかもしれない。助けるっていうスタンスでいけばいいんでしょうけども、自分がというふうな感じになると、何かそれ、奪われるというかね、なんだろう。まあどこにエネルギーを向けていけばいいのか。誰にエネルギーを向けていけばいいのかというところでは、実はその、ね、その年が持つ干支というのと自分の持っている気質とというようなものの関係性をちゃんと見ていけば、また違った過ごし方というか、心にこう準備をできて、置いた状態で、どういうふうな人たちにその自分のエネルギーを与えていって、どういう人たちから助けられてとか、いい循環というのをね、
こういうふうな個性心理学もそうだし、そのベースにあるし、中水名、そして、まあ、引用語行、さまざまな統計学、そして、うん、それで、また、さっき今日お話した、どういうふうなことが起こり得るのか、どういうふうな、その年が、その1年がどういうふうな気質、どういうエネルギーの動きというか、質を持っているのか、というところまで見ていくと、面白いんだろうな。私はまだまだそこまでのね、専門家ではないし、ただ、これから学んでいく中では、ちょっとそういうところもちゃんと、プラスアルファしながら、皆さんに、アドバイスをしていくというか。ちょっとこれは後ほどまた別な動画でお話をしたいなと思うんですが、動画でお話しする前に、ブログにも書きました。実は私は別なまた統計学 で見ていくと、実は私からものを作り出せる人間ではなかったというか、皆様から依頼をいただいて、そしてその依頼でこういうふうなことを教えてくださいとか、自分でどうなんでしょうって、なんで逆に言うと過去こうだったのかなというふうな何かをいただいたときに、それをバーンと皆さんにこう照らし出してあげるというふうに、な役目役割を持ってる人間だというのがちょっと見えてきたんですよね。だから誰かも頼まれてないのに、勝手にバーンって、要は、映し出しだって何映し出せばいいんだろう。だから私も一人でただブログを書いてても、って、誰かがこの情報を欲しがってるのかなとか、というか逆に言うと、こういうことを教えてくださいというか、こういうことを知りたいんですけどっていうふうな皆様からのアクションというか、何かあって初めてそれを分かりました、照らしますみたいな、初めてアウトプットしますみたいな、いうふうなことが、の方がやっぱり得意というか。なので、まあずっとずっとずっと自分の中でこう日にちが決められないとか、いうふうなことは、で、未だにもそうです。今でもやっぱり苦手です。ただ、イベントを企画する、運営するということも苦手だし、私は本当に呼んでいただいて、入って、場所も日にちもどこも全部指定していただいて、はい、そこでお話ししてくださいね、わかりましたって言って、皆さんから聞いた、ね、情報をもとにして、こう、お話をする。情報を提供する。で、こういうことでたくさん悩んだかもしれないけども、それって、こういうことだったんだなっていうふうに、まあ、未来を明るく照らしていくというふうなことをしかできないというか。あの、今まですごく苦手なことをやってきたんだなということも、本当につい最近分かってきたというか。で、またそれを踏まえたものを皆さんにこう提供していきたいというか。ただ、まあ、個性心理学っていうのはですね、まあ、なんだろう。大きなスパンというか、そして自分の個性、生まれ持ったもの、そういったものを明らかに認めて受け入れていきましょうと。そして個性の違いも明らかに認めて受け入れていきましょうね。ただ何を否定する必要もないし、批判する必要もないし。だから、こういうふうな改革的なやり方をする人たちもいるよね。逆に言うと、守っていく保守的なやり方をしていく人たちもいるよね。これもどっちでも OK なわけですね。でも個性心理学したら、その人たちはこういうやり方したいよね、を認めることもできるし。だから、相反するやり方があるし、それを否定する必要はないよね、というようなことを、まあ、考え方としてね、お伝えをしていってるわけです。ただ、何言いたかったかというと、今瞬間どういう判断をすればいいのか。だから、これって自分がもっとね、やっていきたい。これを力入れてやっていきたいと。ただ、これ今やるべきなのかというタイミングというものは、この長い大きなスパンとかね、で見ていたりする、四柱推命でいくと、ピンポイントの今何をする、今どういう判断が必要は、やっぱちょっと苦手っていうかね、分野としてはやっぱり苦手なんだよなと。だから、まあ、名術、牧術とかね、創術かな、創術。っていうちょっと言葉を忘れましたね。まあ、名術というのは誕生日を元にしたもの。牧術というのはタロットとかね、オラクルカードみたいな、まあ、要は偶然性の必然性というのをまあ活用するもの。で、創術、それを元相、手相とかね、手相。はい。そういうようなものをまあ表している。だから、そういうようなものをやっぱ全部というか、トータルでいろいろ活用できるようになって、初めてまあその人にベストなアドバイスなのか、判断なのかとかね、まあ、お伝えをすることができる。だからそういった中で別に占い師になるつもりはないんですけどね。ただ、どういうふうに生きればいいのか、どういうふうに生きていくと楽なのかなという、楽をするわけではない中の生き方としてどういう生き方が楽になっていくのかというようなことで、まあ、皆さんにお伝えをしていきたいなと。なので、2月4日以降とかね、やっぱりどんどんのまた流れが、本当に私にとっては、2018年は浪費という年。浪費かな、違うな、2018年は調整か。だからその前からいくと2017年は、まあ、浪費です。浪費。だから本当にいろんなものをアウトプットする。エネルギーもお金もなんかどんどん出ていく。
そして2018年は調整、ちょっと一休み。2019年は本当にまあ想定外のことが起こるような、うん、本当10年間の中で一番こう、うん、なんだろうな、準備ができてないと本当に振り回される。私はもう準備しておいたつもりでもまた振り回されるというね。でも思いがけない何かが起こるような。というふうに非常にまあ10年間の中で辛い3年間をいよいよ終えて、まあ2020年は投資というふうに、あのメンタルとか感情エネルギーもボーンと上がっていくようなタイミングになるので、ね、うん、まただからこそ新しいものとか新しい何かをまた学ぼうというふうな気持ちもぐーってこう、まあそれはやっぱりその個性心理学をベースに、そして個性心理学はやっぱり動物に例えたり天体に、ね、例えたりして、は難しいことをいかに分かりやすく面白く簡単に、やっぱその私はずっと心の奥底の根底にあるそのテーマ、やっぱり伝えることを仕事にした人間なので、やっぱり簡単に面白く分かりやすくというふうなものが、もう常にそれを意識して何ていう言葉で伝えればいいのかなっていうことばっかりまあ考えてるような感じなんですよね。だからこそいろんなものも学んで、そこからの表現方法みたいなものもいい意味でそのパクって、で個性心理学に盛り込んで個性心理学をベースにお伝えをするというふうなね、まあ感じのスタンスでまあ常にやってるわけです。話がねどんどんずれていきましたけども、うん、なのでね、まあ、ちょっと一番最初の話に戻ると、海洋、ね、まあ、個性心理学的と、9番の大きな志を持った猿、19番放浪の神、そして29番チャレンジ精神旺盛な羊、39番夢とロマンのコアラ、そして49番ゆったりとした悠然の虎、そして59番の感情、全然間違えた、束縛を嫌う黒豹、そして天露というグループは10番母性豊かなコアラ、20番の物静かな羊、30番の順応性のある狼、40番尽くす猿、50番の落ち込みの激しい黒豹、そして60番の慈悲深い虎。このグループさんというのは、まあ、この2年間2018-2019はバイオリズム的、個性心理学のバイオリズム的には良かったけども、ちょっとやっぱり停滞感を感じやすかったんじゃないかな。それは去年一昨年の干支から来る土の影響を受けていた。よく考えたらシンプルで、ああそういうことだったんだなって、分かったらああそういうことって思いますけど、知らない中では、ああなんでどうしてってたくさん出てくるわけですね。うん、やっぱりまあなんだろう、そういうふうな、まあ、根拠とか理由というか、人ってどこかでそういう答え合わせというかね、答えが欲しくていろんなことを学んでいたりする中で、それを、ね、そのまま受け止めて、ああそういうことだったら仕方ないよねって思えるような、まあ、力というか考え方のその切り替えという能力ですね、まあ、を持てた方が楽に生きられますよということをまた別な部分で伝えているというか、なんでどうしようと思ってる限りずっとそこにね縛られて、そこから一歩踏み出せないでいるという。だから早く切り替えて、早く次の一歩を踏み出した方がやっぱり生きやすいんだよなって思うんですよね。だから私も、まあ、皆さんのにお、あと、まあ、こうやって動画で話している時に、まあ、基本ニコニコしながら喋ってるので、あのポジティブな、ポジティブな人間だというふうに捉えられてるわけですね。でも実は私はこうやって、まあ、これが内面と外面の違いで、表面という見かけというか印象と、そして喋り方は圧倒的に表面のキャラクターのペガサスが全開になりますが、本当は心の底というか、本質、個性心理学の言う本質のキャラクター羊なので、慎重派、なかなか切り替えもできない、ネガティブという言葉使いたくないけどネガティブ、慎重なんですよ、切り替えもできない。でも皆さんの前にはそういうのか、あの姿というかね、印象あまり与えない、だから軽い人間と思われるんですが、軽くしようとしてるだけの人間で、本当めちゃめちゃ重いんですよね。うん、まあこんな人間もいますよということで、なら皆さんにとって、まあリアルに会っていろんな話をした時の多分私のイメージと、こうやって何か動画とか講座のみとかでね、の私の話を聞いたのをでしか知らない自分ととかね、まあ、自分、私をそういったところでしか知らない自分、何言ってんだ、違う、皆さん。何言っても、もう何言ってるか分かんなくなっちゃう。そう。そう。だから、普段の、だから、込み入ったではないけども、ちゃんと一応、向き合って、お話を伺って、いろいろアドバイスさせていただくときの自分と。うん、だから、講座のときは、よりポジティブなイメージで、大丈夫、なんとかなるから、まずやってみようっていうふうに、そういうふうな発信をしたい人間。
でも同じように、まずやってみよう、柴犬さんみたいに言われても、いや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 、デメリット、リスク全部教えてよみたいな そんな人間だね。だからこういうふうな人間もいるんですよみたいなね。だから私は内面と外面が、ポジティブとネガティブが真反対にある人間だったりとか。だから軽く見られるし、軽く見せようとしてるし、でも本当はそうではなかったりとかね。だから人間ってこういうところを知ってくると面白いわけですよね。なので、まあやっぱりこの個性心理学は、自分ってなんでこうなんだろうとか、自分のことを知らずに悩んでる人ってまだまだたくさんいるわけですね。で、いろんな人と比べて、比べて、あの人はこうだ、こうだ、こうだ。あの人はこうだ、なんで私はこうなんだろうみたいな。でも全部自分のその個性というか、そこから来るんだなって分かったら、あとは、ああ、だったら仕方ないよねっていうふうに思えるか。なんならそれを選んできたんだよね、なんてことは、すぐにね、そういうふうに思えない人も多いと思いますけどね。でも15分で終わろうとしたのに、またそこから5分伸びてしまいましたね。まあ、新年。まあ実際私の中のもイメージは2月4日が新年っていうふうなイメージなので、まだ年は世間的には明けてますけども、まだまだ私の切り替えは全然できてなくて。早く2月4日過ぎれば多分ね、どうなるかなーっていうふうなことを、まあ、ワクワクしながら過ごしてますけどね。ということで、また改めまして、本年も。いいな。本年って言いながら、結局、心の中で、いやいや、まだ開けてないんだよな、みたいなことがね、こう、もやもやしてたりしながらもお話をしていますが、今後も何卒よろしくお願いいたします。ということで、いつもご覧いただきましてありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。